桜が開花し、市内はいよいよ入学シーズンを迎えています。春の陽気に包まれる中、4日には岩張看護専門学校で入学式が行われ、看護職への期待を胸に111人が入学しました。今年度、岩張看護専門学校に入学したのは、高等課程準看護科第68期生32人、専門課程第一看護学科第17期生58人、専門課程第二看護学科第48期生21人、18歳から48歳までの男女、合わせて111人です。新入生のうち5人は、今年度、愛媛県からの委託を受け実施する、リカレント教育訓練長期高度人材育成の受講者です。入学式ではまず、新入生一人一人の名前が見上げられた後、竹内博樹学校長が、皆さんは救急、看護、介護の現場を通して市民の命を支えることになります。天職と言われるような一流の看護師を目指して一生懸命頑張ってくださいと述べ、新入生を激励しました。続いて官僚次市長が、高みを目指して努力することが皆さん自身、そして患者さんの幸せにつながります。岩張で豊かな充実した日々を送り、卒業後も岩張地域の医療に貢献してくれることを期待していますと祝辞を述べました。また在校生を代表して、専門課程第二看護学科2年の大上京子さんが、苦難の時にこそ仲間同士支え合い、チームワークを育んでください、一日でも早く学校になれるよう在校生一同応援していますと新入生を歓迎し、在校生から新入生へ花束が贈られました。そして新入生を代表して専門課程第一看護学科の菊川美優さんが誓いの言葉を述べました。新たな門出を迎えた今、これから経験する様々なことへの期待と不安を感じるとともに、看護師への第一歩を踏み出せる喜びで胸がいっぱいです。同じ目標を持つ新たな仲間とともに切磋琢磨しながら、患者様やご家族の方の心に寄り添える看護師、準看護師になれるよう日々頑張っていきたいと思います。私たち新入生一同は共に助け合い、励まし合って、本校の名に恥じぬよう学生としての本分を全うすることを決意し、誓いの言葉といたします。岩張看護専門学校では昨年度、県下最多となる61人が国家資格の看護師資格を取得していて、新入生はこれから座学と実習で看護医療の基礎知識や専門知識を学び、準看護師や看護師の資格取得を目指すということです。無事に入学できて、まあ、親子で良かったかなって思います。ちっちゃい頃からおばあちゃんに今館に入れって言われたのもあって、自然とここに来たみたいな感じです。ずっと看護師の仕事には憧れてたんですけど、とりあえずその夢を諦めるためにも試験を受けてみたんですけど、そしたらちょっと受かったのでありがたいそれだけです、2人で協力しながら、いろいろ知識とか共有し合って、頑張っていきたいなって思ってます。優しい、とにかくもう人の気持ちが分かる優しい看護師になれたらなって思います。娘には迷惑かけないように、ちょっと娘の足は引っ張らないように頑張りたいと思ってます。私は、そうですね、福祉と医療、福祉の介護施設とかでちょっと活躍できたらなと思ってます。なお、岩張看護専門学校は今年度校舎の建て替え工事を行うことになっていて、新校舎の完成は2021年3月の予定で、完成までの建て替え期間中は、
改築した旧城東小学校の校舎をキャンパスに授業を実施するということです。